皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、先日コメント欄でキャベツが余りがちなのでキャベツを使ったレシピを紹介してくださいというリクエストをいただきましたので、こちらキャベツを使ったおつまみ4品を作っていこうと思います。それでは早速作っていきましょう。